Yo guys, this is Drunk Animation, aka Wookie. Join the Drunk Animation Guild and the Discord. The link's down in the description down below. Right there. You see that? See that button right there? Click it. Join the and click the link. And also, if you want to watch more of me, the amazing Drunk Animation, my Twitch channel is also down below. And it's also in the description down below. Right there. I told you. Right there. Down there. 私に対して怒りを抱いているのも仕方がない。だがそれでもなお私の気持ちに向き合って祭壇で戦ってくれた。だから今度こそ私は君のそばを離れない。何があっても私と君はずっと一緒だ。秋春ワーガルルモン。ずっとそうかもしれねえって思って、でもどうしても認めたくなかったけど、お前の顔ずいぶん変わっちまったが、やはり秋春なんだな。そうだそうだよ、秋春だ。遅くなってしまったよ。俺を捨てたわけじゃなかったんだな。ああそうだ、私は君を捨ててなどいない。そして今度こそ最後まで君と戦う、秋春。何をごちゃごちゃ言っちゃって、お前たちはここで死ぬんだから。そいつはどうかな。だあっ、俺は思い出したよ、秋春との絆。それは俺をさらに強くする。何？人間を信じてねえお前には理解できねえだろうけどな、秋春がそばにいると思うだけで俺の胸に火が灯る。秋春のためならいくらでも立ち上がれるんだ。ワーガルルモン、ありがとうよ秋春。おかげで俺はまだ戦えるぜ。ワーガルルモン進化。俺の血を、メタルガルルモン。俺に任せておけ。
きして。仕方ない、ここは勝負お預けなんだから。待て、ダメだ、メタルガルルモン、その体でこれ以上戦うのは自殺行為だ。だが秋春の言う通りだが、少々疲れちまった。いや、無理をさせてしまってすまない。だが君のおかげで仲間たちは皆無事だ。本当にありがとう。何を言ってやがる。俺がお前を守るのは当たり前のことだろう。なのに俺こそ無理をさせちまった。俺のために体なんか張って。秋春は怪我してねえか。大丈夫か。ああ、私も無事だよ。メタルガルルモンのおかげで傷一つない。そうか、よく。だから今はゆっくり休んでくれ。悪い、そうさせてもらう。本当にありがとう。そしてただいま、メタルガルルモン。ガブモン、大丈夫か。俺はピノッキモンとの戦いの後疲れて眠っちゃったんだよ。大丈夫？どこか痛いところはないかしら。いや、俺は平気だわ。ガブモン、すまなかった。いいんだよ、秋春。それよりお前の方こそ怪我はないか。ああ、大丈夫だ。大丈夫だと思う。そうか、よかった。って、泣いてるのか？いや、すまん、ついな。何せその姿、ガブモンとは50年ぶりだから、つい胸からこみ上げてくるものが。な。そういや、俺、いつの間にこの姿に。眠っちゃってすぐかな。自然とその姿に変わっててびっくりしちゃった。教授が教えてくれたよ。その姿が教授といた頃の姿なんだってね。大変だったんだぜ。お前がその姿になった途端教授が泣き出してさ。今も泣いてるけどな。年甲斐もなくすまないね。まったく、落ち着くんだな。ああ、そうだね。いいじゃない。だって本当に久しぶりの再会なんだもの。そうよそうよ、話したいことだっていっぱいあるでしょ。私たちに遠慮することないわよ。いや、今はそれどころでもないだろう。感傷に浸ってる暇なんてないんだから。この先のことを決めないとな。この先って？奴らは必ずまた来るからな。さっさとここから出なきゃならない。出るって ここを離れてどこに行くの？行くところなんて。落ち着けよ、サキ。こいつは木が熟しただけさ。どういうこと？どうせ俺たちはここを出る気だったんだ。それが少し早まっただけのことさ。なあ、そうだろう、みんな。俺たちはこの校舎を出てみゆきを奪い返しに行かなきゃならないんだろ。主ってやつと戦って、そして勝って元の世界に戻るんだろ。
イトの言う通りだな。遅かれ早かれってやつだろ。まあな、ちょっと急な展開だけど。でも大丈夫かしら。もう少し準備をしてからの方が。心の準備はそれぞれしてきただろ。ガブモンが言う通り、ここでのんびりしている時間はない。それにカイトの言う通り、目的は決まってる。なら一刻も早くミユキを助けに行こう。そうしてくれると助かる。残された時間はあまりないからな。私からも改めて頼もう。ミユキを助けるためにお前たちの力を貸してくれ。もちろんだよレナモン。校舎を出てみんなで祠に行こう。よし、それじゃあすぐに出発を。で、ちょっと待って。ミュ、今度は何だ。まさかまたあそこに誰かがとか言い出すんじゃないよな。じゃなくて写真。結局撮ってないよ。もう、そういえば。おい、まだそんなこと。そんなことじゃないよ、大事な思い出の記録なんだよ。ミユちゃんの言うこともわかるわ。このまま何もせずにここを離れるのは少し寂しいもの。それは俺も同感だな。ここはもう家みたいなもんだったからさ。おお、思えばいろんなことがあったからな。なんだよお前ら、もう二度と戻らないみてえな言い方してよ。実際そうなるかもしれねえだろ。そうだな、俺たちとの別れも近いかもしれない。ちょっと今そんなこと言うのやめて。そうね、正直まだ考えたくないわ。ねえタクマ、タクマたちが元の世界に戻ったら僕たちと離れ離れになっちゃう。そんなことはないよアグモン。全部解決したらまた戻ってこれるさ。よし、みんな改めて写真撮ろう。校舎の前でさ。今度こそ本当に全員で。おい、まさか俺にも加われとか言う気じゃ。当たり前でしょ、全員の記念撮影なんだもの。ところでガブモンはガルルモンじゃなくてその姿で撮るのか。俺の姿は本来これが一番自然なんだ。秋春と共にいた頃はずっとこうだった。じゃあこのまま一緒に写っちゃおう。では私がシャッターを。ダメですよ教授、それじゃあ全員にならないですから。いやしかし、それでは全員を写真に収めることは。セルフタイマー使えば全員入るっしょ。ったく、こんな時にのんきなことを。もうお兄ちゃんたらノリが悪い。いや、撮るのがダメってわけじゃ。よし、じゃあみんなここに並ぼう。全員で写真を撮るんだ。はい、またタクマと写真。
よし、最高の笑顔で写ってやるぜ。そう来なくっちゃ。さあみんな並んで並んで。あ、秋春が言うならそうするよ。いつかこの写真をみゆきにも見せよう。それじゃあ、はい、チーズ。これで思い残すこともなくなったし、今度こそ祠に向けて出発だな。いよいよ決戦か。みんな十分に気を引き締めてくれ。撤退したピノキモンたちがどこに潜んでるとも限らないからな。あ、それじゃあ出発しよう。
行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。立つ、来い。何より大切なものを守るために。昨夜も力は満ちました。べきか。俺に任せておけ。私も手伝うわ。さあ、行くわよ。
ゼルベロモン。これならば。協力しましょう。祠の扉の奥。さっきまでの部屋と似てるけど、ちょっと違うね。ここにも壁に何か大きな絵が描かれているのね。壁画ってやつだよね。でもこれ何の絵だ？こっちは人間と獣か。興味深いな。しかし一体どのような意味が込められているのだ。これまでの壁画と合わせて考えれば何か見えてくるのかもしれないが。全部いっぺんに見ないと分かんないってことか。ああいや、単に考察の時間が足りないと言うべきか。この壁画から分かることもある。例えば獣神という神、あるいは神の使いと人間とがつながっているということだ。つながってるってどういう意味だ？そこまでは私にも分からないがね。壁画の両者は紐のようなもので結ばれているだろう。本当だ。これってもしかして昔は神と人とがすごく身近な存在だったってことなのかな。今の俺らやカイトたちみてえにってことか。どうだろうね。何分私たちの世界では神や霊獣といったものは実在しない概念でしかないからね。だが人間が信仰の対象として見ている存在ということなのだろう。それってピエモンたちにとっての主みたいな存在ってこと？じゃあそいつらも世界を飲み込む怖いやつらってことかしら。悪い神様ってことじゃない。いや、先ほども言ったが私たちの世界では神というものに実体は存在しないのだよ。故に善とも悪とも言い切れない。そういう曖昧な存在だからかな、この世界の主ほどには神は信じられていないんだ。もちろん
深く信心している人々がいるのも事実ではあるがね。俺たちだって無視を信じているやつもいりゃ信じてないやつもいるけどな。確かに。でも僕らの世界だともっと神の存在が希薄っていうか、そこに実際に存在してるってわけじゃないから、どこかではいないものとして認識してるっていうか。存在が希薄、いないものとして。だとするともしや教授、どうかしたんですか？ああ、いや、すまない。つい考え事に夢中になってしまってね。それよりもおしゃべりはここまでにしよう。彼を待たせてしまっているようだ。ふん、いよいよこれから主の元に乗り込むという時にのんきな講釈とは。気になると他のことが頭から抜けてしまう私の悪い癖だ。まあいい。それより全員この先へ進む覚悟はできているんだろうな。全員で話し合ってここまで来たんだから、それぞれ覚悟はできてると思う。そうか、ならけど僕はここで引き返したいって思ってる仲間がいるならそれを受け止めたいとも思う。葵さん、ミノル、サキ、カイト、ミュウ、それから教授も、もしも少しでも怖いと思うなら、引き返したいならここで言ってくれないかな。バカね、タクマくん。ここまで来てやっぱやめたなんて言うわけないだろ。そうだよ、私たちみんなタクマと一緒で覚悟できてるって。むしろ俺はさっさと主をぶちのめしてやりたいくらいだぜ。その前にまずはみゆきさんを助けるのが先でしょ。いや、それも分かってるって。もとより私は何に変えても姉さんを救うつもりだよ。レナモン、これが僕たちみんなの覚悟だよ。そうか、ならばもう言うことはない。もちろん僕たちの覚悟もバッチリだよ。当然だな。主に吠え面書かせてやるぜ。今まで散々世話になった分をきっちりと返してやるとしよう。もうだからその前にまずはみゆきの救出でしょ。大丈夫よラブラモン、そっちは私たちで引き受けましょう。みんなで協力すればできないことなんてきっとないわよね。ああ、その通りだ。私たちも全力でサポートしよう。だからレナモン、姉さんの元へ連れて行ってくれ。わかった。全員気を緩めずについてこい。ここから先はますます主の気配が強くなるからな。また新しい部屋。ここにみゆきがいるのか。いや、まだこの先だ。
Remember to watch anime and read manga.